音楽に色彩があることですね華やかで風が吹き抜けたり太陽が照ったりそこに絵を描いているピカソとかセザンヌとかそういう人たちの絵が見えたり川側が流れたり本当に美しい景色が通り過ぎたり人間の愛とかが表現されたりやっぱりあのその一小節を超えるとそこに とてつもない世界が広がが広るっていうの,があの世界中の人々に愛されるゆえんだと思います国立ハンガリー交響楽団はそういうところを実に丁寧にあのその思いの丈をこう示してくださってるってそれが僕にとってはやっぱりあの生きてるっていうことを示してもらえる時間になります。<music>